伊豆急行2100系電車、ザ・ロイヤル・エクスプレスザ・ロイヤル・エクスプレスは、東急が再興し、東日本旅客鉄道、伊豆急行が運行する、団体臨時列車である。2017年7月21日に、横浜駅伊豆急下田駅間で運行を開始し、コンセプトは、美しさ、きらめく旅。で、単に目的地へ向かうだけでなく、乗った時から、 水の魅力と旅の楽しさを感じてもらい、著名なシェフやデザイナーの監修による料理や飲み物と、共にゆったりくつろげることを目的とした観光列車である。JR 九州の七つ星院、九州などのクルーズトレインと同様、列車によるクルーズ旅を提供し、車中泊はないが、宿泊は上質なサービスやおもてなしを提供するという6つの旅館、ホテルの貴品室、 スイートルームで観光は2400年の歴史を持つ伊豆最古の神社、白浜神社での正式参拝や、日米和親条約の付属協定、下田条約締結の舞台、両戦寺での住職による解説付き配管など、トークルーズ旅限定の観光が用意されている。列車名称のザ・ロイヤル・エクスプレスは、ひらめく伊豆。 美しさ感じる旅を実現するべく、伊豆の素晴らしい魅力をさらに感じていただけるような気品と特別感のある観光列車にしたいとして名付けられた。シンボルマークは列車名に掲げたロイヤルの R に水資源が豊かな伊豆半島にちなみ水滴をイメージした装飾が施されたデザインをしたものとなっている。音楽演出は大坂厚志映が担当し、 テーマ曲が制作された。料理は、横浜発を山田地から、斉藤源志郎、小賀達彦らが、伊豆急下田発を、河野道代が担当する。また飲料はコーヒーを、川島義明、燻製紅茶を、松本博史武ワインを、種本優子がそれぞれ監修している。七つ母子院、九州などと同じく、主に、アクティブシニア層などをターゲットとしている。 また2018年8月23日時点で約5000人が利用し、うちツアーデスクに直接申し込みした利用者の約10%は複数回利用している。2018年、イギリスの新聞、デイリー・テレグラフの電子版、ザ・テレグラフが発表した、アジアで最も美しい鉄道トップ10の2018年版に選出された。社内での料理については、 静岡県産の食材がふんだんに使用され、監修者に対しては東急から自由にやってくださいと言われている。ザ・ロイヤル・エクスプレスが運行開始した前年の2016年7月16日より、小田原駅伊豆急下田駅間で JR 東日本の観光列車、伊豆クレイルが運行を開始したが、こちらは主に女性をターゲットとしていたため、 ザ・ロイヤル・エクスプレスとは、伊豆カシ製化という目的で、共存共栄できるとされ、東京急行電鉄鉄道事業本部長の白石、文明も、1周年を迎える、伊豆クレイルとも連携しながら、伊豆の魅力を発信する、起爆剤として、より広い地域から多くの方々に足を運んでいただけるよう努力したいと話していた。なお、伊豆クレイルは、老朽化と、 サフィール踊り子号がその役目を担うことにより、4年後の2020年3月29日をもって運行を終了している。列車の営業体制は、再興する東急が伊豆急行の車両を貸し切るという形で旅行商品として発売され、横浜駅発着で一泊二日のクルーズプランと横浜駅伊豆急下田駅間の片道工程で、食事付きの食事付き乗車プランが、 基本で最後尾により各プランの運転時刻や乗車区間、食事の内容が一部異なる。なお車内ではドレスコードが定められており、サンダルでの乗車は禁止されているほか、プラチナクラスでは男性は襟付きシャツ、女性は襟付きシャツ、またはワンピースなどの着用が推奨されている。クルーズプランには以下の3種類があり最後尾によって変わる。 すべて食事がコース形式のプラチナクラスを利用し、価格は1人当たり13万5千円20万円。また季節限定で特別プランも存在する。2021年後から7月の各プランの詳細は以下の通り。食事付き乗車プランには、食事がお重形式のゴールドクラスとコース形式のプラチナクラスがあり、両プランとも監修が行われた料理が振る舞われる。 またゴールドクラスの一部は大人一人と小学生未満の子供一人が座れるファミリーシートとして販売されている。価格はゴールドクラスが一人当たり2万5千円、ファミリーシートが4万円、プラチナクラスが一人当たり3万9千円。2021年5から7月の各プランの詳細は以下の通り。北海道旅客鉄道が企画し、東急、 日本貨物鉄道と東日本旅客鉄道が協力する北海道胆振東島部地震の復興支援、道内各地の観光振興と地域活性化のための観光列車走行プロジェクトの一環としてザロイヤルエクスプレスを北海道内で運転することが発表された。札幌駅から帯広、都賀地、釧路、知床、オホーツク、北見、旭川、美瑛。 フラノの4エリアを3泊4日で巡るプランが設定され、運転は2020年と2021年の8月から9月にかけて計10回行われる。延期分も含む2020年分の運行には計1232名の応募があり、1回の運行につき平均8.5倍の当選倍率となった。車両輸送は JR 貨物が行い、 現地での営業には1.45.68号車の5両に、現車の上、電源車を連結し、ディーゼル機関車が10連で牽引する。また、使用される電源車、ディーゼル機関車は、未登下により、ディーゼル機関車は、メインカラーを、大々、オレンジに、電源車は、メインカラーを、ザ・ロイヤル・エクスプレスの、ロイヤル・ブルーとオレンジを一気につなぐ色として、白。 ホワイトにした塗装に変更されている。募集人員は1回につき30人で、北海道東部列車とバスで移動する。また列車内の昼食では、地元4店舗の店主、料理長により、北海道ならではの地元の食材を中心に、新たに創作されたメニューが振る舞われる。工程の概略は以下の通り。伊豆急行2100系5自社、アルファリゾート21を改造した。 専用車両が使用される。内外装のデザインは、三戸岡英二が手掛けた。デザインについては、三戸家が30年間、JR 九州と共に学び、培ってきたものを持ち込み、また、色、形、素材の吟味においては、鉄道車両ではタブーとされている色、形、素材を使い、和風も洋風もなく、今の日本だからできる世界中の様式が散りばめられ、 高品質で特別な感覚を創出し、懐かしさと新しさが調和する車両に仕立てられている。車両の主要な改造は、東急テクノシステム、長津田工場で施行され、伊豆急行の伊豆高原車両区で塗装変更が行われた。8両編成をフルに改造し、定員は100名と観光列車としては日本最大級となった。外観のベースカラーは、 伊豆半島の海の平気や高原の青にちなみ古代より高貴な色とされロイヤルのイメージに通じるロイヤルブルーを採用。アクセントに金色のラインが加えられた。また前面の上部には点灯機能のないライトを模した装飾が施された。車内にはゴールドクラスとプラチナクラスの客室のほか、プラチナクラス用の食堂車やマルチカーが連結されている。 インテリアは普遍性を持った機能美を追求するとともに、地域のアイデンティティを洗練された形で表現し、天然木や伝統的な素材をもとに、匠の技と先端技術の工法が組み合わせられた。また、各車両で異なるデザインを取り入れ、車両により違った天然木を主体として、杉や奈良など十種類以上の木材を使用し、窓の周囲を装飾する組子や余席の床、 つまめんの学園によって各車両のインテリアに変化を持たせている。窓の日よけにはすだれが使用されているほか、改造時に客室側を壁に改装した箇所や座席を撤廃した側窓の一部は黒いスモークガラスに変更され各種のマークで装飾されている。1号車インテリアは明るい色調のメープルが主体として使用されている。親子で旅を楽しむをテーマに、 連結面より半室はファミリーシートとされ、子供が座る窓側の背もたれを低くした親子席が配置されている。ほか、テーブルの形も考慮されている。中央部には木のボールプールと子供と書室と子供用ソファーが設置されている。木のボールプールの透明な仕切りには青い亀が泳ぎ回る絵が描かれている。伊豆急士もだより半室は展望室とし、天井には この葉が描かれている。座席は、前向き席が8席、海向き席が4席、向かい合わせ席が8席配置されている。展望席の定員は12人。二号車インテリアは、ブラウン系のオールナットが主体として使用されている。床は寄せ木で、一部は、両系模様のものとなっている。伊豆急下田よりは通路を挟んで山側にソファタイプの4人掛けが、 海側に独立二人掛けの向かい合わせ席が並んでいる。座席数は24。横浜よりはすべて海側を向いた椅子と二人掛けソファで構成され、車端部にはショーケースや収納棚がある。三号車座席設定はなく、展覧会、結婚式、会議などの実施を想定した設備を有するマルチカーとなっており、各種イベントに使用されている。インテリアは一号車と、 同様、明るい色調のメープルが主体として用されている。デッキの床は、寄席となっている。天井には、鉄道車両としては、世界で初めて電気鋳造パネルが採用され、山川通路のカモイブには、絵画やパネル展示用のレールが内蔵されている。また、ギャラリーやブライダルなどシーンによって、腰掛けやテーブルが出し入れ可能となっており、使用しないものについては、 車端部にあるスペースに収納されている。伊豆急下田側の車端寄りには、男子トイレと洋式トイレが通路を挟んで設置されている。横浜側の車端寄りには、コンシェルジュカウンターが配置され、マルチカーのサービスカウンターとして機能する。また隣にはショーケースがあり数種類の電位パネルを展示しているほか、裏は組子電飾パネルの仕切りとなっている。 4号車、3号車と同様座席設定はなく、山側にメインキッチンを配置したキッチンカーとなっている。インテリアは米松が主体として使用され、床は白仕上げの奈良である。またこちらの天井にも電位パネルが採用されている。厨房は2つのブロックに分かれ、壁には緑の葉が描かれている。内伊豆急下田方田の厨房は加熱調理が可能で、調理が 干渉可能となっている。横浜寄りの厨房の端には、料理を受け渡すカウンターがあるほか、床下には調理用の水タンクが新設された。また、キッチンカーの車橋には、海の甲と山の甲のそれぞれの学園が飾られ、小さな立石席テーブルが設置されている。5号車インテリアは2号車と同様、ブラウン系のオールナットが主体として使用されている。 車体中央部にはピアノが設置され、伊豆急下田寄りには、組子のブース席と称される組子で仕切られた4人掛けブース席が肉角配置されている。横浜寄りには2人席が並んでいる。伊豆急下田側の車端部にはショーケースがあり、伊豆稲取の吊るし飾りや地元の名手、ワインなどが陳列されている。また横浜側の車端部には、車椅子対応トイレ、洋式トイレ、 化粧台が配置され、車椅子対応トイレは壁一面が金箔仕上げとなっている。六号車インテリアはライトブランのペアウッドが主体として使用されている。またこの号車の側窓部の欄間は組子によって構成されている。車体中央部には歩行者と同様ピアノが設置されている。また天井はハイルーフとなっており一部は白押しされている。席は すべて二人掛けで、伊豆急下田川車端部には、側窓を背にしたソファが通路を挟んで配置されている。横浜寄りには、厨房とカウンターが設けられた握り寿司コーナーがあり、この部分の天井には、ステンドグラスがはめ込まれている。また同じく横浜寄りには、海側を向いた半円テーブルと腰掛けの形がそれぞれ異なる席があり、ここは誰でも利用できる。 横浜側の車端部にはショーケースがあり、下段にはペリーの人形や小田原上鎮が並ぶ。7号車インテリアはチークが主体として使用されている。床はより木細工をイメージしたものとなっており、各腰掛けには組子細工が配されている。伊豆急下田寄りには向かい合わせの2人席が14席配置されており、車端部には洋式トイレが設置されている。横浜寄りには 鉄のブース席と称される、半個室風の4人掛けボックス席が2区画配置されている。テーブルは折りたたむことで、サイズ変更が可能となっている。また、ボックス席脇の窓際には、ベンチとテーブルが6人分用意され、車端部にはツールを挟んで、ショーケースが設けられている。8号車インテリアはローズウッドが主体として、使用されている。 客席は前後で2分され、床の余席のデザインも、それぞれ異なる。伊豆急下田よりには7号車伊豆急下田よりに準じた、向かい合わせの2人席が8組配置され、壁と天井にはチェリーが使用されている。横浜よりは展望室となっており、内運転席よりは、レール方向に1人席が6席配置されており、その間には本棚が並べられ。 プラチナクラスが利用できるライブラリーとなっている。あとくらいは、書斎として使えるデスクのついた二人掛け席と、ボックス席が配置されている。床は細かいお席模様となっている。2019年5月には、新たに、伊豆の観光地を巡る専用バスが登場した。伊豆箱根バスが運行を担当する。デザインと設計は、未透過で、ロイヤルブルーの外観や、天然木仕様で、 床や天井などに寄席細工デザインが見られる、内装など列車と統一されている。座席は独特の文様がプリントされた、他の観光バスとは異なる布地が使用され、小物入れや畳表を使用した足置きなども備えられている。車両後部にはソファーも設置されている。また、トイレは広く洗面台も大きなものとなっている。定員は34人。 専用バス運行開始により、伊豆急行線が走る東伊豆、南伊豆エリアは、もちろん、湯ヶ島温泉や二ラ山などの中伊豆や、松崎といった西伊豆エリアまでプランに組み込むことが可能となった。運行に合わせて、以下の施設で改修が行われた。伊豆急行線沿線は、海水浴ブームが去った後、団体旅行の減少やバブル崩壊の影響などで、 活力が失われたままであり、東急が復活の糸口をつかめずにいる沿線地域に力を与えるため、伊豆に活気を取り戻す列車として計画されてきた。また車両デザイン担当の水戸家英二については、事前に東急、伊豆急行の関係者が、各地の水戸家が車両デザインを担当した列車をリサーチした結論として依頼している。ありがとうございます。